さん、須田丹堂のマッチアップ、そしてライアン・ロスターと伊藤、ここはかなりはっきりとしたミスマッチ、押し込んでロスターキックアウト、レインデルのコーナースリー、彼とここはハーフコートオフェンスを構築してくる今シーズンアルバルク東京、安藤のペイントタッチ、サイズ素晴らしいですね、まさにダンカーズスポット預けてセカンドチャンスポイント決められません。ここ本当サイズ選手、本当に脅威ですね、ブロックが、はい、素晴らしい。今度はテーブスを落ち着いて決めていました。しっかりボックスアウトしながらのジョシュア・スミスのリバウンドが続きます。しっかりリバウンド のエリアを止めてますよね。中塚のスリー、好調なシュートタッチ継続です。このスミスがボールを受ける位置も今後鍵になってきて、バランスキーのスリー、ロングリバウンド、もう一度受けて大阪でポゼッションが続きます。ショットクロック残り3秒、さあ読み止めましたね。これはバランスキー対吉井宏隆、メインデルと吉井スクリーン、メインデルキックアウト、ワイドオープン、お坂部のスリーだ。素晴らしいですね。アルバルクの方も冷静さを取り戻してしっかり下がりました。須田中東戻ってメインデル前、素晴らしいですね。今シーズンはスタートポイントガードに、こちらも B1 リーグだ、5シーズンぶりぐらいですかね、伊藤が定着しております。さあどうだ、メインデル来た、素晴らしい、本当に何でもできますライアン・ロスター。ロスター押し込んでキックアウト、テーブス海のスリー、さあ来てますね、テーブス海選手、先ほど、さあ第2クォーター最初の5分です。決めてオフィシャルタイムアウト入りたい東京、メインデルのロングスリー、エンドワン、よく入ってますね、はい、ここのリバウンドをどうどちらが制するかですよね、はい、ロスターと坂本ミスマッチは続きます。クライジス、さあポゼッション継続東京、中塚がロスターにつきます。ボイスキッパス、安藤のスリー、チャーン、いやー今日はアルバルク東京入ってますね、スリーポイント、一つ目こうですね。ただこれ結構難しいんですよね、うん、これはやっぱりロスター選手が飛んで、伊藤リズムを変化使いながらドリブル入ろう、そして佐藤、ね、ハイポストからローポスト、サイズに変わってグダイツを入れてきました東京です。安藤と伊藤、安藤のスリー素晴らしい、動きました、3本目、飛び込みリバウンド素晴らしいんですよね、ブラックグダイツ、あーもう1つ、さすがリーグトップのブロックショット、素晴らしい、そして取り返した東京、走っているテーブス、そしてメインデルだ、素晴らしいですね、たまらず後半先にタイムアウトを取ったのは名古屋ショーン・デニセットコーチ、ボールに触りました。さあスミス、ここは押し込んでタッチショット、あーしかし決め切ります、よく決めましたね、ロスターオープン、とバランスキーへ、ショットクロック残り5秒、バランスキータックショット決めた、いやすごい、さあ先ほど入ったフランクスです、フランクスのスリーか、やっときましたね、ようやく来ました、今日3本目の死闘、さあポゼッション継続東京です、間を通してフライディスフェードアウェイ、バックショット素晴らしいね、コーナーから大阪部、サイズに合わせるフェイダーウェイ、素晴らしい、テーブス、ただここが運べるテーブス、そしてサイズへ、素晴らしい足ですね、福澤残り5秒、福澤タッグショット、おー決めきった、うまいっすね、レフティーですね、レフティー、あーもうこれはシュート打ちません、ここで試合終了のブザー、83対68、さすがのリーグ最高勝率、東地区を快走しますアルバルク東京。